平沼良蔵2月25日から1959年2月13日は、日本の実業家、政治家、アマチュアスポーツ選手、衆議院議員、貴族院議員、横浜市長、日本における市民スポーツの父と呼ばれる、平沼さんの像文化勲章授与式、前列左側が、平沼良蔵神奈川県横浜市出身、慶応義塾の出身で、福沢諭吉の文化生である、 慶応義塾大学野球部では4番打者として活躍し、後、東京六大学野球連盟会長となった野球に対する貢献及び功績により1979年度の野球伝道特別表彰を受けた。平沼は神奈川県議会、横浜市会、衆議院議員、貴族院議員と地方議会、帝国議会の議員を務めた後、公職追放を経て、 追放解除後に横浜市長となる。野球以外のスポーツにも積極的に関わり、全日本体操連盟の初代会長であり、同連盟が戦時及び戦後の回想を経て、日本体操協会となって後もその職を引き継ぎ、死去するまで約30年間在任し、日本陸上競技連盟の初代理事長、会長や日本バレーボール協会初代会長を歴任したほか、 1932年のロサンゼルスオリンピック及び1936年のベルリンオリンピックと2回の夏季オリンピックでは日本選手団団長を務めた。1955年に行われた第10回国民体育大会周期大会開会式では76歳にして許可の最終ランナーを務めたが、その勇士を見た昭和天皇が松の火をかざして走る老人の王式姿。 見守りにケりと呼んだ。その神奈川国体開会式会場となった三沢公園内には昭和天皇の漁聖碑と銅像、平沼さんの像が混流された。また国体と同年の5月29日には慶応義塾大学費吉陸上競技場に平沼良像が記事の祝いに全国競技団体から贈られた像を慶応義塾体育会に寄贈したものが建てられた。 その胸像は当初メインスタンドの中央に設置されていたが2008年の日吉陸上競技場改修に伴いバックスタンドの中央に移設された1955年にはスポーツ関係者としては初となる文化勲章を受賞。実業界ではキリンビール東京会館帝国劇場玉川電気鉄道東京ガスなどの重役を兼任し 横浜商工会議所の9代目会頭を務めた。横浜市長として1958年に行われた横浜開校100年祭の実行委員長を務めている。1959年2月13日、2期目の横浜市長在職中、慶応義塾大学病院にて死去、79歳没、国体神奈川大会の許可リレー最終ランナーを務める。11月3日、 スポーツの振興の功績により文化勲章を受賞。カツカレーの元祖は千葉茂だという説が定説となっているが、その四半世紀も前、平沼は稽古に集う者たちにスポーツライスという名でカツカレーを提供していたという、ありがとうございます。